ええ、別に構わないわよ。君が転入生の男の子？こちらこそよろしく。じゃあ、最初は何から話そうかしら。私って、そんなにサバサバしてるように見えるかしら。そっか。やっぱりそういう風に見られちゃうのね。まあ、間違ってはないけど。ねえ、君は日頃から真面目に勉強するタイプ？えらいえらい。私もコツコツ派だから気が合うかもね。君はおしゃれに気を使ってるのかしら？無頓着なのね。実は私も割と気にしないの。幻滅しちゃった？最近ちょっとずつ君を理解できるようになってみたい。誰かと親しくなれるのって嬉しいわよね。これからももっともっと君と仲良くなりたいわ。ええ、よろしく。それじゃ、またいろいろなお話聞かせてね。時々ね、君のことすごいなって思うよ。尊敬しちゃう。気になってたんだけど、君は甘いもの好き？ほら、男の子だし、どうかなって。なるほど。男の子でも甘いもの好きはいるのね。私はもちろん大好きよ。あのね、私、恋活部のことが気になるの。入部希望なんだけど、いいかしら。やった！それじゃあ、これからよろしくね。私、こんなに仲良くなった男の子って初めてかも。君はどうかしら？もう、嘘って分かってても嬉しいな。これからも仲良くしましょうね。ええ、いいわよ。初めてのことでちょっとだけ緊張してるけどよろしくね。だって男の子と帰る機会なんて君と出会うまでなかったんだもの。よく知ってる街でも一緒に歩く人によって印象が全然違うのね。君と一緒だと男の子だったらああいうお店が好きかしらとか、ここへ一緒に入るのはかわいそうかなとか考えちゃうの。今まで一度も気にしたことがなかったお店にも目がいっちゃう。すごく神聖な気分。君のおかげね。ありがとう。ええ、気をつけて帰ってね。今日のお昼は先約がいるかしら？もしフリーなら一緒にどう？ありがとう。君と一緒なら楽しいお昼が過ごせるの。あら、揚げ物がたくさん。君、そんなに揚げ物好きなの？授業中にお腹が鳴ったら恥ずかしいものね。でも、食べ過ぎには注意するのよ。
お腹いっぱいね。君に釣られて、いつも以上に食べちゃったわ。恋活って、私からお願いしてもいいの？だったら、今からどうかしら。ありがとう。それじゃ早速、何しましょうか。興味があったから参加してみたものの、恋活って私でもできるのかしら。それってまさか、いきなりこの部屋で、あんなことやこんなこと。え？あ、違うの？ごめんなさい。私ったらついそういうものかと。考え込んじゃってどうしたの？まさかやっぱり、お姉さん、今からめちゃくちゃに？うん。今日のことでまた恋活部について詳しくなったわ。次はもっと上手にできるように頑張るわね。いいわよ。学生ですもの。真面目に勉強する時間も必要よね。ダメよ。できるうちにやっておかなきゃ。さ、頑張りましょう。誰かと一緒にやるとはかどるわね。一気に復習しちゃったわ。実はお姉さんも。勉強が楽しいって思うことなんてめったにないのに、やっぱり君と一緒だからかしら。毎日今みたいに勉強できたら成績もどんどん上がりそうね。ねえ、たまには一緒に勉強なんてどうかしら。嬉しい。こういうの学生らしくていいわよね。こういう難しいところはどうしても参考書が必要になるわね。もう君だって理解できるでしょ。私のこと持ち上げすぎよ。それを言ったら君だって結構簡単に解いてたじゃない。何ページも一気に。もう先に言ったのは君でしょ。確かに気になって見てたけど、指摘されると恥ずかしくなるじゃない、もう。毎日今みたいに勉強できたら、成績もどんどん上がりそうね。私、君のことが好き。だからその、もしよかったら付き合ってくれない、かな。ありがとう。すっごく嬉しい。安心したら力抜けちゃった。ありがとう。実は誘ってもらえるの楽しみにしてたの。君との下校大好きよ。恋人同士で歩いてると、下校中なのに
なんだかデートしてるみたいな気になるわね。そうそう、普通の友達と違うなーって。きっと周りの人たちには恋人同士だってバレてるんだろうなーって。私の方が女の子みんなに妬まれちゃいそうよ。やだもう。そんなお顔したら離れがたくなっちゃうでしょ？この時間が少しでも長く続くように、ゆっくり歩きましょう。一人で帰るときは随分遠く感じるのに、二人だとあっという間に別れ道まで着いちゃう。帰り道って意地悪ね。ありがとう。嬉しいわ。君とだったらお話ししたいことが尽きないの。恋人の部屋に来るってこんな気分なのね。お姉さん、初めてだからドキドキだわ。ちょっと恥ずかしいけど、また一つ大人になった気分。君が私を大人にしてくれてるのよ。だから、その、私もね、君のお部屋に来るにあたっては、いろいろと覚悟があったわけで。だから、いいわよ。君とすること、期待してたんですもん。ああ、もう、恥ずかしいってば。初めての人が君でよかった。素敵な初体験をありがとう。お姉さん、ちょっと感動しちゃった。きちんと起きられたかしら？お姉さんはお寝坊な君が心配です。本当は朝からいろんなことをして、もっともっとラブラブな感じでいたかったけど、残念ながら今日は早く行かなきゃいけないの。また後でいっぱいラブラブしましょうね。ほんのちょっとでも離れたくないくらい大好きよ。私も恋活したい気分なんだけど、今からどうかしら。よかった。それじゃあ部活に励みましょうか。ねえ、恋活ってどんなことまでしていいの？それじゃあここで君に抱きしめてもらってもいい？する。不思議。部活の時間に抱きしめられてると思うと、なんだかすごく緊張するわ。そんなに強く抱かれたら、余計ドキドキしちゃう。私からも抱きついちゃおう。キュー。やだ。私、ちょっと変な気分かも。こういう時って、その、やっぱり。わあ！
もうダメダメ、こんなの恥ずかしすぎてお姉さん茹で上がっちゃう。刺激的な活動だったわ。でもまたよろしくね。誘ってもらえて嬉しい。もちろん OK よ。私もよ。どこに行くか、何をするか、そんなことを考える時からもうデートって始まってるのね。こういう始まり方ってすごくデートっぽいわね。というかデートなのよね。ごめんなさい、私初めてだから舞い上がっちゃってるみたい。ええ、期待してるわ。エスコートよろしくね。これがデート、デートか。デートって本当に楽しいのね。一緒にいるだけでテンションが上がっちゃう。え、そうなの？君すごく余裕があるように見えたんだけど、やっぱり男の子だからかしら？あら、そんなこと考えなくても十分かっこいいのに、なんて。ごめんなさい、照れさせるつもりが私の方が照れちゃった。私も新鮮な君をもっともっと見たいわ。よろしくね。今日は本当にありがとう。いろんなことが発見できて、お姉さんすごく楽しかったわ。それじゃあまたね。おはよう。今日も午前中は疲れそうな授業が揃っちゃってるわよね。君ってば突然ドキッとすること言うんだから。でもおかげで私も元気になっちゃった。私と？ええ、もちろんいいわよ。どんなことしようかしら。あら、いいわね。男の子相手だとどこまでできるかわからないけど。って、もちろん手加減してくれるわよね。ねえ、少し休憩しましょうか。結構いい勝負だったけど。君、手加減してくれたでしょ。お姉さんには分かっちゃうんだから。ねえ、物足りなくない？大丈夫？ええ、ちょうどいい感じで、すごく楽しめてるわ。休憩したらもう一勝負やりましょう。君と一緒に汗をかくと青春って感じがするの。また一緒にやりましょうね。あらあら、大丈夫？そんなに息を切らせちゃって。お姉さんのことは少し待たせるくらいでもよかったのに。
見つかっちゃった？私ね、お弁当作ってきたの、一緒に食べたいなって思って。そうね。でも朝の準備がいろいろ忙しくて、凝ったものを作れなかったの。ごめんなさい。ありがとう。君のそういう優しいところ大好き。そんなわけないでしょ。こっちの水筒に秘密があるの。じゃーん。よーく見ててね。ほら、水筒の中身はカレーでした。最近ね、カレーに凝ってるの。結構辛めの味付けなんだけど、スパイスとハーブで食べやすく作ったつもりよ。ああ、よかったわ。私って辛党だから、辛すぎて食べれないって言われたらどうしようかと思ってたの。気づけば結構な時間ね。この後はどうしましょうか。ええ、もちろん大丈夫よ。今日は君のためだけに時間をとってあるもの。嬉しいのは私も一緒よ。私もまだお別れしたくなかったから、一緒にいたいと思ってくれて嬉しいの。うわー、すごい。ねえ見て、すごい綺麗よ。本当に綺麗。もう何それ、ベタベタすぎてちょっと反応に困っちゃうわ。ちょっと背伸びしすぎね。今時ドラマでも使われないようなセリフよ。お姉さんにいいところ見せたかった。全く、そういうことを天然でされちゃったら叶わないじゃない。なんでって、君が頑張ってくれたみたいだから、今度は私の番かなって思って。ちょっと近づいたくらいでそんなに緊張しないの。本当にもう可愛いんだから。こーら、そういうことを直接言っちゃダメよ。せっかくいい雰囲気なんだから、ここからは私に任せて。ごめんね。男の子だから、本当はリードしたかったかな。でも、ちょっともう、我慢できなくなっちゃったの。まあ、あんまり騒がないの。綺麗な夜景は、
静かに見た方がいいでしょ。だから、おとなしく夜景を見ててね。もう私ばっかり見て、仕方ないな。私ね、君とキスしたいの。いい？声が裏返っちゃってるわよ。じゃあ目を閉じて。私の可愛い彼氏さん。今はちょっとだけね。あんまり長くするとお互い大変なことになりそうだから。うん、私も胸がドキドキして心臓が飛び出ちゃいそうってこういうことを言うのね。同じだ。ちょっとお互い背伸びしすぎちゃったかな。少し休憩しよっか。ねえ、少しは落ち着いた？それともまだドキドキしちゃってる？私も。でもずっとこのままだと二人とも帰れなくなっちゃいそう。ドキドキ？待って、それって…そうよね。ここまで来たら覚悟を決めるわ。お姉さんのことを君の好きにして。これからお姉さん、どうされちゃうのかな？期待しちゃってもいい？なんだか君がかっこよく見えてきちゃった。どうかな？お姉さんは、可愛くなれてる？素敵な時間だったわ。ありがとう。本当よ。きっと君と二人ならどこでも素敵な時間を過ごせてしまうのね。改めて思ったわ。お姉さん、君にメロメロみたい。私だって、そんなこと告白されたら、ますます君を好きになっちゃう。そうね。ちょっと切なくなっちゃう。ずっと一緒にいれたらいいのにって。うん。
その通りね。寝て起きたら、また君と一緒にいられる。そうよね。そんなに寂しそうな顔しないで。お姉さんまで泣きそうになっちゃう。ううん、そんなことない。ねえ、最後にぎゅーって抱きしめ合いましょう。離れてる間も寂しくならないように。友達からね、恋人よりは姉にしたいタイプって言われちゃった。そうかしら。そうよね。私だって女の子なんだから、きちんと恋人になりたいのよ。ねえねえ、たまには一緒に勉強なんてどうかしら。学生なんだし、必要よね。ありがとう。一人だとつまんなくて、君と一緒の方が絶対楽しいんですもの。静かな図書室。恋人と二人きり。ペンの音だけ響いて、二人の鼓動が。あ、違うのよ。課題で出てる読書感想文。その題材に選んだ小説の内容がそんな感じで。てっきり、何？ドキドキした？そうよ。だって私、今読みながらドキドキしてたもの。君のこと考えて。あ！君ってドキドキすっごい意地悪！もう、いいもん。お姉さんは頑張って感想文書きます。勉強お疲れ様。また一緒にしましょうね。約束よ。いいの、気にしないで。お姉さん待つの嫌いじゃないし、むしろちょっと楽しかったわ。してたわよ。今日はどんなデートになるのかなって想像してたら、時間なんてあっという間に過ぎちゃった。どうして？友達同士で利用することはあるけど、一人で来ることはあんまりないわよ。知り合いの店員さんだったから。私、店員さんと仲良くなるの得意なのよ。特に意識はしてないのだけどね。気づいたら仲良くなっていた、みたいなことが多いわ。それはちょっと違うわね。君は特別。だって、私の彼氏にまでなっちゃった人だもの。私ね、最初の頃は君が近づいてきただけでちょっと緊張してたのよ。頑張って平静を装ってたのよ。君が来るまで男の子と話したことなんて
ほとんどなかったんだから。店員さんとは最初からそんなに深い付き合いになると思って話したりしないでしょ？ちゃんと男の子として見たのは君が初めてってこと。これで安心した。それだけ私に興味を持ってくれてるってことでしょ？悪いと思うなら次は君の話を聞かせて。それを決めるのは私。いいから、お姉さんに君のこといろいろ教えて。おいしそうじゃない。ええ、いただきます。こんな生クリームがいいのよね。ふわふわで甘々で。あら、ごめんなさい、見せつける気はなかったのだけど。そういうことならちょっと分けてあげましょうか。そんなことは気にしなくていいの。だって私たちは恋人同士でしょ。もう変なところで鈍いのよね。恋人同士なら幸せは分け合うものでしょ。そうそう、それでいいのよ。はい、あーん。でしょ？気に入ったのならもっと食べる？そうしましょうか。かなり長居しちゃったから、最後に店員さんにお礼を言っていきましょう。まあこれくらい当然よ。いちいち褒めないの。せっかくだから何か。あ、そうね、体動かしたいって思わない？よーし、それじゃ張り切っちゃうわね。一緒にいい汗かきましょう。何かしら？ごめんなさい。君とくっついたら離れたくなくなっちゃって。だって幸せなんですもの。待って待って、それ以上言っちゃダメよ。そうじゃないと私ドキドキして何もできなくなっちゃう。やっぱり体育館なんだし、健全に汗を流さなきゃダメよね。さ、頑張りましょう。君と一緒に汗をかくと青春って感じがするの。また一緒にやりましょうね。緊張？私も少しはしてるけど。もしかして君ってとても歌が上手かったりする？だって緊張するってことはそれだけ理想が高いってことよね。
採点とかバリバリしちゃうタイプ？そうなの？もし君の歌が下手だったら、私が愛想を尽かしちゃうとか、思ってる？なら大丈夫よ。私もそんなに歌が上手いわけじゃないし、とにかく二人で楽しむことを考えましょう。うん、それがいいわ。お姉さんのことなんか気にしないで、好きなように歌いなさい。ああ、あるわね、そういうの。残念だけど、他に歌いたい曲はないの？え、私から？なんだかずるいわ。最初から私に歌わせる気だったんじゃないの？してないわよ。もう、わかったわ。お姉さんが歌えばいいんでしょ？, 笑ったりしないでね。あんまり期待しないでね。私、そんなに歌に自信があるわけじゃないから。小さな手のひら、掴めるものは、きっと限られてるけど。そろそろ終了時間だけど、どうする？私は君に合わせるわよ。あら、奇遇ね。私ももう少し歌いたいと思っていたところよ。じゃあ、延長の電話入れておくわね。ねえ、ずっと個室で二人きりだと、匂いとか、その、気になったりしてない？そう、ならいいの。ごめんね、急に変なこと言って。ええ、ちょっとね。それで、私もきっと同じかなと思って。ちょっと、そんなに嗅がないで。お姉さんだってさすがに恥ずかしいわ。変だって。汗の匂いで興奮しちゃったの？ちょっと変態さんみたいよ。仕方ないわね。半分は私のせいでもあるし。いいわ。お姉さんがその大きくなったの、収めてあげる。歌った後だからかしら。なんだかすごく疲れちゃった。準備。
それじゃあどこに行きましょうか。今日もお天気。ねえ、こうやって二人でご飯食べてるとなんだかピクニックしてるみたいな気分にならない？ダメよ、午後もちゃんと授業に出ないと。そうよ、いつもは私の方がしっかりしてなくちゃいけないんだから。そうじゃないと君、楽な方に甘えちゃうでしょ。それはもちろんあるわよ。ほら、私だって女子なんだから、リードしてほしい時だって。ってお昼に屋上でなんてこと言わせるのよ。ほら、ニヤニヤしてないで早くご飯食べるわよ。もう、はあ、ただお昼を一緒に食べただけなのに、君と一緒だとずっと離れたくなくなっちゃう。もう、私ったらダメね。そうね、ちょっとかわいそう。普通マスコットキャラってもっと子供が囲んでいたりしないかしら。いいじゃない。面白そうだし、ちょっと行ってみましょうよ。君、そう、そこの着ぐるみの君、一人で寂しそうね。あんまり人気ないのかな。ごめんなさい。ん？風船をくれるの？私に？ありがとう。え、ちょっと待って。もう着ぐるみに焼きもち？ほら、君にも風船くれるって。もらってあげて。もうちょっと自然に喜んであげないと。ちょっと、どうして押して、ありがとう。あら？着ぐるみさん、行っちゃったわね。お姉さん怒らせちゃったかしら。そっか、優しい人だったのね。きっとすぐに人気が出るわ。ん？ああ、スタンプラリーって書いてあるわね。せっかくだからやってみる？まだ焼きもち焼いてるの？嬉しいような、申し訳ないような、複雑な気分ね。そうなの？私は普通に話しかけただけよ。ああ、ちょっと慣れ慣れしすぎたかしら。気がついたら一面すっかりオレンジ色ね。もうそろそろしたら日も沈みそう。
夜の観覧車。素敵な提案だわ。早速並びに行きましょう。うわぁ、夜の遊園地ってこんなに綺麗なのね。ほんとね、目を閉じて開いたらベッドの上で寝てたなんて普通にありそうよ。よくってほどではないけれど、私だって女の子だもの、それなりにするわよ。ふふ、どうかしら。終わりよければっていうし、この観覧車次第ってところじゃない？ああ、変なところで気を使わなくていいのよ。本当はもう十分すぎるくらい今日のデートは楽しかったから。そんなことないわよ。大人になっても遊園地が好きな人なんてたくさんいるでしょ？私もその中の一人よ。もう。さっきから心配ばっかりね。ずっとそんなことを考えていたら、君こそ楽しめなかったんじゃないの？え、私？もう、遊園地に来たのにお姉さんばっかり見てたの？それを言うなら私もよ。君が子供みたいにはしゃぐ姿、とっても可愛かった。あ、そうよね。男の子に可愛いばかりじゃ嬉しくないわよね。それは、私にかっこいいって言ってほしいから。そっか、男の子じゃなくて君は立派な男だものね。うん、ならほら、かっこいいところを見せて。ほらほら、しっかりしないとずっと男の子のままだよ。頑張れ。ストレートなのもかっこいいけど、もうちょっと雰囲気を作ってからの方が女の子は喜ぶかな。これで顔が真っ赤じゃなければ、もっとかっこよかったんだけどな。え、今は十分合格。じゃあ、男らしく、私の唇を奪ってみて。不思議よね。なんだか話さなくても君のことがわかる気がする。わかるわよ。本当はもっとエッチなことをしたいけど、ここじゃ危ないかな。でしょ？正解しちゃったみたいね。だから言ったでしょ？
キスをすれば大体わかるって。そう？お姉さんは恋人同士なら、どっちかが勝った負けたみたいなのは、ちょっと嫌かな。まあ、今日はやけに心配性ね。大丈夫よ。君のことはきちんと男として見てるわ。ほら、そんな甘えた顔するから、可愛い男の子に見えちゃうのよ。別に気をつけるほどのことじゃないと思うけど。そっか。君がそんなに必死になってくれてたなんて、お姉さん気づけなかった。お姉さん、これはもう口癖っていうか、そこまで深い意味はないのよ。でも、君がそう言うなら直そっかな。今の顔はすごく男らしかったかも。そろそろ観覧車も終わりね。なんだかあっという間だった。謝ることないわ。君がどんな風にお姉さんの、私のことを思ってくれているか、よくわかって嬉しかった。これで本当に遊園地とはさよならかしら。なら、また来ればいいじゃない。私なら何回だって付き合ってあげるわよ。大きいあくびして。そんなに疲れてたのね。席が空いてたら、着くまで眠ってていいよって言ってあげられるんだけど、立ったまま寝てみる？すみません、少しお時間よろしいでしょうか。ありがとうございます。私、この近くの結婚式場に勤めているウェディングプランナーの玉木と申します。現在、私どもの式場にてブライダルフェアを行っておりまして、模擬挙式のモデルをお願いできる方を探していたのですが、もしかして、それを私たちに？はい！すごくお似合いで素敵なカップルさんでしたので、ぜひにと声をかけさせていただきました。いかがでしょうか？まあ、調子がいいんだから。でも、君がいいなら私もついていくわ。ありがとうございます。それでは早速式場までご案内いたしますね。こちらが私どもの式場になります。すごい。
言葉も出ないって、こういうことを言うのね。チャペルはこの扉の向こうになります。準備が整いましたら、こちらからご入場ください。はい。これからお二人には、ウェディングドレスとタキシードにお召し替えいただきます。別のスタッフがお支度部屋までご案内しますので、少々お待ちください。ねえ、さっきからちょっとはしゃぎすぎよ。少し恥ずかしいわ。それは、嬉しいに決まってるわ。婚前にウェディングドレスを着ると婚期が遅れるなんていうのも、迷信だと思ってるし。違うわ、逆よ。君とは本気でこういうことをしたかったから、遊び半分で、しちゃっていいのかなって。お待たせしました。それではご案内いたします。式の流れなどは、お支度部屋にてご説明させていただきますね。私のウェディングドレス姿に感動して、泣かないでよ。まあ、よくお似合いですよ。式のご説明はお受けになりましたか？はい。扉が開いたら、ゆっくりと署名台までお進みください。完璧です。進行はバッチリですね。それでは、こちらで少々お待ちください。これより新婦が入場いたします。後方の扉口をご覧ください。ありがとう。やっぱり涙目になっちゃってるわね。泣かないでって言ったのに。それではこれより式を執り行います。
新たなご出発の証として、お二人には誓いの言葉を立てていただきます。はい、誓います。あ、それはまた後でね。今すると長くなっちゃいそうだから。その言葉も次の本番まで取っておいて。タイミングは君に任せるから。うん、ずっと待ってるわ。私、待つのは嫌いじゃないタイプだから、焦らないでね。そうね、私は君のお姉さん。でもずっとお姉さんだけじゃ、いや、そこは分かってくれてるわよね。少しくらいはいいんじゃない。私だって女の子だもの。そういうことを言われちゃったら泣きそうになっちゃうわ。ダメよね、モデルが泣いちゃう。もう、君が意地悪なことを言うからよ。いつもお姉さんを困らせて。ダメよ、そこはきちんとしてくれないと待っててあげられなくなっちゃうかも。意地悪を言っているのは私の方だったかしら。ごめんね。でもありがとう。こんな私を好きになってくれて。重いからかしら、足が震えて。ねえ、ちゃんと支えてね、私のこと。お疲れ様でした。素敵な式でしたよ。本番の結婚式もぜひ私どもの式場であげてくださいね。お願いします。今日はお引き受けいただいてありがとうございました。あらら、
さっきまではかなりかっこよかったのに。また可愛い君に戻っちゃったわね。知ってるわよ。お姉さんに可愛いって言われるより、君はかっこいいって言ってもらいたいこと。うん、無理しなくていいわ。お疲れ様。そうね、ちょっと切なくなっちゃう。ずっと一緒にいれたらいいのにって。うん、その通りね。寝て起きたらまた君と一緒にいられる。そうよね。そんな素敵なお誘いされちゃったら断れないじゃない。そうね、そこはその通りかも。お姉さんドキッてしちゃった。また君の家にお邪魔しちゃった。最初は緊張したのに、今は逆に落ち着いちゃうから不思議ね。でもう、君はすぐにエッチなことばっかり。で、大丈夫。お姉さんも同じよ。お家に来るっていうことはそういうことですもの。それじゃあ早速しましょう。ねえ、恋人と抱き合うのってどうしてこんなに安心するのかしら。なんていうか、全身丸ごと無防備って感じ。この時間が無限に続けばいいのに、なんて考えちゃうくらい君の隣にいると幸せなの。大好きじゃ足りないくらい大好きだし、愛してるじゃ足りないくらい愛してる。これより新婦が入場いたします。後方の扉口をご覧ください。それではこれより式を執り行います。新たなご出発の証として、お二人には誓いの言葉を立てていただきます。
はい。誓います。本当に、君と結婚できる日が来たのね。私、さっきからずっと泣くの我慢してるのよ。お互い頑張りましょう。泣くのは最後まで我慢。ね。分かってるわ。言わなくても分かってる。だって私たち夫婦になるんだから。あります。お姉さんはもう卒業ね。これからはお嫁さん。わがままな旦那様ですこと。でも答えてあげなきゃね。だって私は君のお嫁さんだから。お姉さんでお嫁さん。ちょっと贅沢かしら。そうよね。君とこうして結婚式を挙げられただけで最高の贅沢だもの。そこにちょっと足すくらい問題ないわよね。もう、せかさないで。本当に、本当に大事な一瞬なのよ。だから、もう一度言って。キスの前に、私をどう思っているか。私も愛し続けるわ。じゃあ、一生の思い出に残るキスをお願い。幸せよ。本当に幸せ。ありがとう。大好き。愛してる。先に泣いちゃった。ごめんね。お姉さん、我慢できなくなっちゃって。いいのよ。最後は泣いちゃっていいって二人で決めたんだから。いっぱい泣いて、みんなに笑われちゃいましょう。